おはようございます。11月17日高知旅行1泊2日で行きたいと思います。思います。犬3匹連れて、今から出発いたします。とりあえず淡路島サービスエリアに向けて出発します。ではまた後ほど。お願いします。サービスエリア到着しました。とりあえず休憩と、時間あるのでドッグラン行きたいと思います。ドッグランに着きました。今からドッグランします。エレン、エレン、すごいですか。優しい。
待って。よし。おいしい？今日は特別にここグルメを2袋与えてます。ひなだめよ。ひなだめ。食べましたか？はい、さつきごちそうさま、ひなもごちそうさま、エレンも、はい、ごちそうさま。お庭到着いたしました。今からルームツアーを行いたいと思います。入り口はこんな感じで、すごく綺麗ですね。で、コテージが2つあって、私たちが泊まるコテージは今日はこっちです。お部屋は後ほど、先にこっち行くとドッグランがあります。ドッグランがこんな感じに広いドッグランがあって、一組限定らしいんですけど、使っていいっておっしゃってましたので、明日の朝使いたいと思います。じゃあではお部屋の方へ行きます。入り口はこんな感じで、犬の置物も置いてあって、じゃあ入りたいと思います。あ、エレンみんな迎えてくれた。入り口入ったら、ワンちゃんたちのおむつとかお皿とか置いてくれてあります。では上がっていきます。で、入って左側に水回りですね。洗面所で、お風呂いいですね、大きいお風呂。今お湯溜めてます。で、こちら側におトイレがあります。で、肝心のお部屋なんですけども、でっかいテレビがあって、ソファーと机があって、大きめのベッドが2つあります。ベッドとソファーはワンちゃん乗っても OK とのことでした。で、ワンちゃん用にこういったものが置いてあります。こんな感じです。すごく綺麗で素敵です。で、次はベランダの方に回りたいと思います。で、部屋に気をつけてね。で、ベランダが、外がこんな感じで、今バーベキューの用意をしていただいております。こんな感じで、すごく広いです。
今からバーベキューします。ではまた後ほどバーベキューの様子をお伝えしたいと思います。はい、バーベキューとこたつのセットをしていただきました。今からバーベキューしたいと思います。こんな感じでこたつとバーベキューやりたいと思います。ではちょっと遠目にこんな感じで置いておくのでしばらく撮りたいと思います。という感じで今から一服しますので、じゃあまた待て、座つき、座れ、待て、エレンからな、待て、待てよ、待てよ、エレン、座つき、座りなさい、待て、よし、よしね、座れ、座れ、待て、待て、いや待てよ、座れ、待てよ、よし、おいしいね、さつきの番な、待てよ、待て、待て、よし、よし、はい、みんな順番に座って、座れ、座れば、座れば、座れば、みんな座れ、座れ、エレン座れ、それでいくな、座ればやる、そう、待て、よし、いい、さつき、座りなさい、待てよ、待て、待て、待て、よし、はい、こう、さつき、座れ、座れ、座れ、待て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 、よし、いい子やね、座れ、待て、よし、座れ、待てよ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 、待て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 、よし、さつき、座れは、座れ、座れ、待て、待て、離せ、そう、待て、待て、よし、はい、よかったね。はい、みんなお利口さんでした。はい、ごちそうさまでした。もらいです。ありがとうございます。